すべてを知ったとき、私の魔法少女としての誇りは、もろくも崩れてしまった。あの時は、ただ恐怖と絶望感に、心が押しつぶされそうだったわ。でも、今は違う。私は、新しい理念と目的を手に入れて戦っている。あなたを救ってあげるわ。すべてを知ったとき、私の魔法少女としての誇りは、もろくも崩れてしまった。あの時は、ただ恐怖と絶望感に、心が押しつぶされそうだったわ。でも、今は違う。私は、新しい理念と目的を手に入れて戦っている。あなたを救ってあげるわ。この手応えを忘れないように、一歩ずつ強くならないと。強くなっても安心はできないわ。根本的な解決が必要なのよ。これも新たな目標のため、私が歩みを止めることはないわ。私が掲げていた正義なんて、ちっぽけなものだった。それに気づいた時はショックだったけど、そのおかげで、今の私があるのよ。いらっしゃい。クリスマスプレゼントは何にしようかなって、お茶しながら考えてたところ。何かいいアイディアはあるかしら？朝も随分と寒くなってきたけれど、風邪はひいてない？楽しいクリスマスが待ってるんだもの。体調は整えておかないとね。そろそろ昼食の時間かしらね。寒い季節は、やっぱり温かいものが食べたくなるわよね。夜は、ポトフでも作ろうかしら。少し買い物に付き合ってくれない？ツリーに飾るオーナメントを買いに行きたくて。今年は少しシックなものにしようと思ってるの。夜はやっぱり冷え込むわね。ホットチョコレートでも飲む？冬は紅茶に加えてホットチョコレートもよく飲むの。温まるわよ。雪が降ってる光景ってなんだか神秘的だと思わない？音もなく、静かに降り積もっていって、ホワイトクリスマスになったらいいな。私たちも、きちんと魔法少女としての務めを果たさなきゃね。いい子にしてなきゃ、サンタさんは来てくれないもの。なんてね。今日はどこまでたどり着けるかしらね。自分をしっかりと持って、惑わされないことが大事よ。さ、行きましょうか。毎年この時期になると、お気に入りのケーキ屋さんでブッシュドノエルの予約が始まるの。安心して、きちんと予約しておいたから。この衣装、可愛らしくて結構気に入ってるの。魔法少女服もそうだけど、特別なコスチュームって嫌いじゃないわ。クリスマスは一年の中でも好きなイベントかな。街中のきらびやかなイルミネーションを見てるだけで、なんだか心が躍るでしょ？すごく寒いんだけど、冬の夜にベランダに出て星を眺めるのって好きなのよね。ほら、空気が澄んでて綺麗に見えるじゃない？
さあ、私が導いてあげるわよ。少しは幸せになれたかしら。これが私が示す道よ。